はい、どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。沢口裕二でございます。まあ、今回、まあ、選挙戦が終わりましたけども、その反省もあったり、我々今後どうするかという、ね、ことで、今、次の本を出版したいと思っているのが、いや、ユダヤに関する、ユダって何だということをテーマに本を出す予定ですけれども、まあ、ユダヤ非常にですね、ユダヤっていうのは人口が少ない割に世界をね、もう牛耳ってるみたいな感じ、マスコミもね、牛耳ったり、お金もね、牛耳って、政治も牛耳ってるみたいな、ように感じますけれども、その本体はどこにあるのかということですね。我々それを陰謀論的に、言う人もいるし、本もいっぱい出てますね、ユダヤに関係。だけれども、本質っていうのは何なのかということ、今回、出版、私と友達と考えながらやってますけども、やはりですね、真実、事実ってのはどこにあるっていうね、そういったところをひも解くね、陰謀論ってなんか根拠がないみたいなことになっております。なかなか見えないんですけどね。まあ言うならば、旧約聖書ですね。あれは文字として、もうずっと残ってるわけですからね、旧約聖書。これは、ユダヤ教ですよね。そこにはもう書いてるんですね。どういうことかと。それをですね、きちっと伝えてないっていうことが分かってきたんですね。旧約聖書は非常にですね、見れば、ゆっくり丁寧に見ると、これとんでもないやっぱり真実が隠されてますね。隠されて見えてます。文字として出てることは、それが根拠ですからね。ずっと3000年続いてきたユダヤっていうものがですね、見えてくるわけですね。ですから、そういった、まずそこから私スタート、今回ね、整理するにあたって、旧約聖書、一文一文ちょっとチェック今してるところですけども、あまりにもやっぱり、まあ、なかなか、なんか大変な事実が、事実と言いますか、そういう言葉がですね、残っていますね。その言葉が残っているということは、その言葉が原点になりますから、原理主義と言いますかね。そこから皆さん、ある、何かあるとそこを見るわけですよ。ですから、それ非常にですね、この事実を、真実を紐解くのには、まず旧約聖書であるということが、私は思っております。そうでないと、皆さん評論家たち、ユダヤ人に遠慮して書いてる本が多いです。それと面白くおかしく売れるように書いてます。ですから、それだと私は嘘が多いと思っております。やはり、しっかりとその真実を紐解くためにも、こういった、原点、原書、それが旧約聖書であると思います。そうすることによって、まず、ページが開かれて、皆さん、そう思います。でなければ、途中からああでもない、こうでもないって、お祭り騒ぎじゃないけれども、陰謀論的なね、途中からみんな面白くおかしく創作している部分が多いと思いますね。ですから、一番やっぱり原点、旧約聖書、これが大事だと思っております。まあ、そういうこと、皆さんもぜひですね、旧約聖書を1行でも2行でも読んでいただければ、真実の一端が見えてくると思います。どうも今日はありがとうございました。沢口裕二でした。